はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。では今回は提督の決断法続きをプレイしていきたいと思います。まあ、前回ですね、2時間特番ということでハワイ攻撃スペシャルを お届けしたんですけども、ご覧いただいた方ご存知の通りですね、まあ、あのハワイ攻略ができなかったと。でご覧いただいてない方はですね、まあ、ちょっと簡単にお話しすると、6回7回と波状攻撃を仕掛けたんですが、いずれもハワイ守備隊に弾かれてしまったというのが前回になります。で今回はそれを踏まえてさらにハワイに攻略を仕掛けていきたいと思っています。でまずインド洋方面で、ね、確認しておきたいんですけども、インド洋の方にですねイギリス艦隊が集結する気配を見せていたので、ここに航空機をちょっと増強します。彗星を、160機体制にして244機配備総数にします。画面左下ですね、250分の244になっていると思うんですが、この状態にします。でハワイ方面なんですが、肝心のこちらの方面はですね、ミッドウェイに艦隊集結してるんですけども、艦隊を一部見直しましょう。まず超ヤマト、これはあのヤマト海型ということで、少し対空防御力を上げた艦隊になっています。艦隊というかね、戦艦になっています。あとですね、戦艦長門の方にも提督を乗せていきましょう。で金剛は一旦撤退させるので、金剛の方に移乗させて、神格の方に正規空母、神格の方に龍城に乗ってる角田さんを乗せ替えましょう。これでいいかな。で第三艦隊の方を見ていくと、第三艦隊トネが勝破してるので、まあ、本当にね今回総力戦必ず落とすと、ハワイを攻略するっていうねつもりでいきますんで、勝破しているトネは第2艦隊の一旦編成を入れ直して、第2艦隊は日本に戻してドック入りさせます。で第3艦隊の方には第9艦隊から従順を1隻増やしましょう。よし、これでいいかな。で第1艦隊の方と第3艦隊、今回出撃する空母ですね、それに第10艦隊という形でいきます。で第1艦隊の方からですね、まず駿河とかに誰か乗せられるっていうところを、ね、確認していきましょうか。で今回撤退していく、橋本さんと安倍さんですね、正規空母雲閣と従順に乗ってるトネ、安倍さん、これを少しこちらの方に入れ替えていきましょう。まずは正規空母新王の方に、そしたら橋本さんを乗せましょうか。ちょっと待ってね、この辺りは航空レベルが高い人を乗せる方がよりいいので、そうなると原さんを乗せた方がいいな。原さんを乗せて、千曲の方に、そしたら、安倍さんを乗せよう。水雷レベルが高い人、かつ砲撃もできる人がいいよね。いや、従順だと砲撃が高い方がいいんで、そうすると、西村さんを乗せて、で、第一艦隊の方の戦艦には誰も乗せられないんで、龍城の方に、人を乗せましょう。田中さんは水雷レベルが高いね。これ駆逐艦に乗せましょう。そうなると、まともな人っていうと失礼ですけど、空母に乗せられるような人はあまりいないか。ムツキの方にはそしたら提督を、水雷レベルが高い人、水雷戦こなせる人がいいよね、田中さん。で花の方にも乗せられるんだったら乗せよう。古村、水雷レベル高いね。もうとにかくね、この主力艦隊第1第3で今回確実に敵を沈めるということから、第1艦隊にもできるだけ提督乗せていこう。潜水レベルが高いな。
いいね。こういうの求めてたよ。第10艦隊の方に潜水艦に、潜水レベルの高い、木梨を乗せよう。木梨頼むぞ。もう木梨さんにね、任せるしかないんでね。で、あとはですね、ちょっと単艦運用で危険性は高まるんですけども、第9艦隊にいる軽空母、これをこっちに入れます。これによって第10艦隊は軽空母1隻、これ単艦運用します。切り離して単艦運用、これでいいかな。で、今回はですね、もう何とかして敵の、基地を占領したいので、そうするとですね、かげろう、どうしようかな。第三艦隊の方に、揚陸部隊を乗せましょうか。揚陸艦を入れて、なんとか敵、ハワイ基地攻略を目指しましょう。で、第8艦隊と第9艦隊はもう管理上の問題ですが、統合しちゃいます。ちょっと駆逐艦の数が足りないかなっていう気はしますが、しょうがないよな。艦を1隻増やすか、第3艦隊の方に。いや、軽巡を増やす方がいいね。軽巡を増やして、これでいこう。これで第1艦隊の編成がご覧の編成です。戦艦5隻、正規空母3隻に軽空母1隻、従順が2隻、軽巡が1隻、駆逐艦が4隻。駆逐艦がもうちょっと欲しいなっていうところの編成ですね。まあ、ただ第1艦隊に関してはですね、まあ、正規空母の航空戦に加えて敵基地に張り付いての砲撃戦、これも視野に入れています。で、第3艦隊に関してはもう完全に、空母機動部隊による攻撃を、主軸に置いたものと、あと、戦闘が始まったらですね、揚陸艦は一時離脱させて敵の基地を目指すという戦い方。で、第10艦隊の方に関して言うと、潜水艦メインなんですが、1隻だけ軽空母千代田入れています。で、軽空母千代田に関してはもう完全に単艦運用を行うと、場合によってはもう沈没おとりになってもらうという意味での単艦運用を行います。では、ハワイ攻略戦始めていきましょう。ちょっと一旦ですね、委任しちゃいます。で、その後、落ち着いたタイミングで動かし直します。お、敵艦早速発見した。そしたら揚陸艦だけ、被害が出る前に移します。さあ、敵の空母を落とそう。
さあ、この辺りがかなり厳しい戦いになってるな。さあ、そしたら第一艦隊の方はこの隙に敵の航空基地に張り付きましょう。敵の潜水艦が出てるね。まずい、龍城が狙われる。いやー、かなりの被害が出てるな、ここも。千代田が大破か、まあ、千代田に関してはもう帰らせよう。さあ、揚陸艦もこれでようやく出番が来るぞ。
空母をこの基地からの攻撃にさらされるわけにはいかないんで、空母はちょっと離脱させましょう。さあ、これでいよいよ上陸戦を開始していきましょう。上陸戦だ。揚陸隊が出てきましたね。これで揚陸部隊が敵航空機場、よし、敵飛行場を取りましたね。ハワイ攻略になりました。いやー、感無量だな。ちょっと戦果を確認しますか。敵飛行場は全部、これはでもあれかな、揚陸隊送ったけど陸戦隊が占領する前に破壊になっちゃったかもしれないですね。ちょっとそこがもったいなかったかなっていうところあるんですが、状況を確認していきましょう。まず味方の損害なんですが、味方はですね、駆逐艦1隻、第1艦隊からですね、駆逐艦1隻が撃沈、2隻目陸奥機も撃沈、第3艦隊からは正規空母加賀、うわー、加賀が撃沈か。加賀はね、最新鋭の空母だったんですが、正規空母加賀が撃沈、飛龍は大破、新王は中破ですね、赤城は健在、あとは駆逐艦かげろう、嵐、この辺りから、全部で4隻撃沈、駆逐艦が。第3艦隊は、よって正規空母1隻、駆逐艦4隻撃沈です。で、第10艦隊の方なんですが、おー、千代田は残ったね。潜水艦が全部で、13隻撃沈ですね。潜水艦で戻ってきたのは2隻だけ。まあ、本当にね、被害は大きかったですが、よくやってくれました。では第9艦隊というかね、敵の艦隊なんですが、789が出ていて、第9艦隊の方から、正規空母てかね、全艦隊壊滅させますけども、正規空母1隻、あとは軽空母1隻撃沈してますね。大きいところで戦果でいうと、あとは敵戦艦2隻撃沈、あとは正規空母ミッドウェイ撃沈、軽空母ポイントクルーズ撃沈。ここはやっぱり敵もね、空母の数があまり出てこなかったというのが勝因かもしれませんね。いやー、これは嬉しいな。攻撃戦の戦果、第一艦隊はやっぱりヤマトは強いね。残りの耐久度が100分の91、まあ消破してますけどね、まあ何回か被弾したっていう感じかな。いや、よくやってくれたね、本当に。駆逐艦はね、まあ、大破してますが、問題は加賀だよな。加賀がどういうことになったのか、ちょっと確認したいよな。正規空母、加賀。まあ、しょうがないのかな。後部全体、被弾沈没。
これが空撃戦によるものだったのか何なのかがちょっとわからないですね。まあこれ見ると敵の航空攻撃も受けた感じがありますよね。では続いて空撃戦の戦果確認していきましょう。第一艦隊から、どうだ、これ見る限り空撃の命中率が高いのはやっぱり井上さんのところが一番高いのかな。で第三艦隊の方で言うと、あーやっぱり山口多門さんは空撃の命中率が 58% って非常に高いですね。まあ、飛龍大破したままよく残ってくれましたね。まあやっぱり一番痛いのは空撃命中率100分の74持っていたものの沈没した正規空母加賀だな。いやよくやってくれた。でもこれはもう感謝しかないですね。はい、というわけで、今回はここまでにしましょうか。ちょっと先まで進んでいきます。おやっぱりちゃんと占領できてますね。いやーハワイ上陸作戦ついに成し得たという感じかな。上陸部隊からの報告、占領した敵施設で機密情報入手、ペリオギのスパイレベルが3、おお。我が国の電子レベルが66に上昇。なるほど。さらに自沈しようとしていた敵輸送船打歩に成功。おお。非常にありがたいねこの結果。司令長官お喜びくださいと、ハワイ沖の制海権獲得に成功、うん、アメリカ海軍の拠点パールハーバーはすでに海上封鎖。これでアメリカ艦隊は母港を失い太平洋の拠点をなくしましたということですね。よしよし、これはかなりの大戦果だな。まあ、ノルマンディ上陸作戦じゃないですけどハワイ上陸作戦は完全に成し得たという感じかな。レイテの方で潜水艦の攻撃で一部沈没、オーストラリア沿岸も一部沈没ね、うん、ドイツからは5船提供で、潜水艦が6隻できてますね。はい、というわけで皆さんいかがでしたでしょうか。まあ、ここまでだいぶ苦戦をして前回の2時間スペシャルでもハワイ攻略できなかったんですが、まあ、その第6回第7回と攻撃を仕掛けた成果もあり敵の戦力が摩耗しているところに、満を持して主力第1第3艦隊を送り込んだことによってハワイをついに占領することができましたね。じゃあちょっとね環境の整備だけ整えてから終わりにしましょう。まずはですねハワイ沖なんですが、これ失艦したら元も子もないので航空機を早急に配備します。で第三飛行場なんですけど、ここにはですね、まず雷撃機でいうと天山、残り天山全部配備しましょう。何はともあれこの獲得した基地を失うわけにはいかないので、ここはねもう是が非でも守るという意味から154機体制にします。もうちょっと増やしたいんですけどね、残念ながらインドの方に大半の戦闘機を配備している関係上どうにもならないんで、これでいきましょう。でさらに建設も早急に行いましょう。ハワイで蓋をするっていうね、作戦ですからね。でだ、損傷した艦隊があるのでこの艦隊をねちょっと見直しをかけていかなきゃいけないので、まずは一旦ですね全ての艦隊、ミッドウェー展開していた艦隊も含めてハワイに集結させてハワイの防御を固めましょう。でかつですねハワイの方にいる艦隊なんですけど、まず第一艦隊の方は、もうすでにドック入りが終わってるね。で、第三艦隊の方も、まあ、もうすぐというか、まあ、ハワイ自体にドックありますんで、ここで修復を行いましょう。このままですね。
で第10艦隊もこのままで、第3艦隊の方に軽空母を移しましょうか。第1艦隊でもいいけど、そうだね。そしたら第1艦隊と第3艦隊でちょっと編成を見直そう。第1艦隊はやっぱりね、その攻撃戦をやってもらいたいんで、軽空母を移して、逆に第1艦隊に第10艦隊のなんとか残ってくれた千代田を入れるっていうのがいいかな。これでいいかな。これにしましょう。これで第1、第3、第10艦隊を再編して、この後の敵攻撃に備えていきましょう。ハワイ方面の話です。で、鉄がないんでちょっと輸送船に沈められたんで、輸送船をねちょっと回収しておきたいんですが、それがどうにもならないんで一旦このまま置いて、日本近海の方から艦隊を移しましょう。伊勢も復活してるし、第6第12、全部復活してるね。そしたら第6艦隊に全てをまとめてしまいましょうか。その上で、艦隊をインド方面に振り向けていきましょう。まあ、これからはインド戦もね視野に入れていかなきゃいけなくなってきますね。イギリス艦隊が動いてきているん で、あとは太平洋に未だ展開中のアメリカ海軍も徹底的に駆逐していく必要もありますというところで、まずはこの艦隊は、第6艦隊ですね、インドに展開してインドの艦隊の再編成を行いましょう。これで、で正規空母含むこちらの大破している艦隊に関しては一旦日本に入れて、日本で修復がなったら、ハワイ方面というかね、太平洋方面とインド方面それぞれに展開をかけていきましょう。ではお金があるうちにいつもの兵器開発からやっていこうかな。新兵器、両方とももうね今回は開発者を、であとは技術開発なんですが、そろそろというわけではないんですけど、電子レベルをねちょっと中心に上げていきたいなと。他は薄く上げていって、通信と電子をね主に上げていって、ハイテク国家を目指しましょう。で諜報活動は、アラビア海、あとは南太平洋。お金がないな。で飛行機は 1機でも多く作っておきたいんで、109円じゃちょっと無理か。ちょっと作れる飛行機だけ皆さんにお見せしておきましょう。これからの主力の戦闘機なんですが、52型がですねあと5周で完成するんですが、22型、今時点の最新鋭の22型が85機あるんで、5週間もし持つんであれば22型で持たせます。で52型ができたら52型に切り替えていく。で爆撃機は水星、これ今最新鋭のものになってるんですが、これが全くないのかしょうがないね。水星を 2機作る意味があるのかっていう話なんですけどね。で攻撃機が天山、これも0か、厳しいな。なんとかねやっていきたいんですが、爆撃機は水星が500キロ爆弾しか積んでないんで、これをねなんとか800キロ爆弾ぐらい積めるようにできれば、攻撃力が増すかなとは思うんですが、まあ、いずれにしても航空レベルをさらに上げていく必要があるかなっていうところになりますね。では損傷している艦隊ハワイの方に戻って、いつ敵が攻めてくるかわからないという状況に変わりはないので、管制機ですね、再編をしておきましょう。水星はここで使うのもったいので旧式の艦爆を乗せて、そうすると水星を残り全部乗せる。ちょっと旧式のねその飛行機も使わざるを得ないかな。総理の方はほぼほぼ大丈夫だね。千代田の艦載機がもう壊滅してるな。で龍城の方もまあ大丈夫かな。で第3艦隊見ましょう。飛龍は、
飛竜はそれなりに損傷してるか。まあ、ここもね、最前線にいるのに搭載している飛行機が最新鋭じゃないっていうのがもったいないよな。新王に関しては艦載率が半分を切ってるね。まあ、それだけ激戦を戦い抜いてくれたっていうことなんですけどね。そしたらどうしようかな。24さんの爆撃機を変えられるところがないんだね。しょうがない。何もできない。何もしてあげられない。かといってね、基地航空隊の戦力をね、割くわけにもいかないんで、まあ、しょうがないですね。で、飛行場は、第2飛行場？第2飛行場は、航空機配備できんの？できないよね。まあしょうがないか。これでなんとか持ちこたえてもらうしかないよな。第三飛行場、うん、まあ、これでなんとか頑張ってもらいましょう。はい、というわけでですね、なんとかハワイ上陸作戦決行することができましたんで、今後はですね、先ほどのお話少ししましたけども、まずは南太平洋とアリューシャン、ここを攻略して太平洋からアメリカ艦隊を完全に、壊滅させます。で、その後は、アラビア海に進出をかけてイギリス艦隊の圧迫かけていきましょう。で、特にですね、鉄資源が欲しいので希望岬あたりまでは進撃を続けていければいいかなというふうに思っています。で、その他ね、鉄資源が多いところっていうと、やっぱりね、アメリカ方面にはなってきてしまうんですよね。なので、まあ、アメリカ方面もしっかり抑えつつというところにはなるかなと思います。まあ、目下の目的はアメリカ西海岸ですね。あとは南太平洋、アリューシャン、そしてアラビア海というところになります。ちなみにアラビア海の方は敵艦隊が入ってるかどうかはわからないな。スパイ潜入レベルが1だとちょっとわからないですね。で、南太平洋とかにもね、今後スパイレベルをさらに上げていかなきゃいけないので、しっかりそのあたりはね、やっていきたいと思います。はい、というわけで、今回ようやくですね、いろいろアドバイスいただいた皆さん本当にありがとうございました。ハワイ上陸作戦完遂ということで、次回引き続きこの続きをプレイしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。